こんにちは、カイチです。キングアムニューランズやっていきます。だいぶ終わりが見えてきました。ここで爪が甘いパターンも考えられますからね。油断はできませんが、ただまあ季節的にも秋になってたんで、43日だからあんまり時間ないんですよね。だから焦らざるを得ない。おおお、苦戦中。おー、いけいけいけ。あ、指3体か。調子に乗るな。こきゃな。ふい。攻撃をし終わった後にこっちが攻撃する。これはパターンです。よーし、撃退しよう。撃退だ。撃退だ。頑張れ。頑張れ。岸田は何もしないんだよな。うん、この壁の組み方は正解ですね。あ、書いてた。リベンジ組とそうじゃないやつが混ざってた。うっ、あ、しまった。2匹か。とりあえず1匹。もう結構準備をしましたよ。おらら。おお、1匹 やったか。あと2匹か。いけいけいけ。よしよしよし。おらら。頑張ったよ。よいしょ。はいはいはい。もう熊さん、ここはダッシュだよ。お、すごい勇敢な農家さんがいたんだ。サクッとね、無言でこう桑を入れるっていう。あれは鎌なのか。あれは職人ですよね。かっこいいな。背中で語るのはやっぱ一番かっこいいっすわ。さあ急いでね、カタパルトさん。やばいな。っていうかあれか、もう左側鍛えなくてもいいか。鍛えずにガンガン右壊して、ああでもそうか、リベンジは得あるもんね。あ、ここでブラッドムーンなんだ。なんかいつもタイミングが、いつもタイミングが良くないですね。さあ準備はいいか。あれ、やられたな。よし、様子見ですね。あ、でもめっちゃ少ないな、数は。まあ、いけそうだったら、行っちゃいます。おー、来た来た。やっぱ強いなぁ。よしよしよし。よしよしよし。終わったか。強すぎるな。あ、あれ？一正体しかいないじゃん。また爪が甘かった。それはちょっと、あ、でもそうか、壁を壊すときにゴースト来るのかな。じゃあ、まあ、楽勝ですね。さあエンディングも近づいております。あれ、よいしょ。
まあ、ここで油断して足元を救われるっていうオチが濃厚ではあるんですが、おそらく左側が来るかな。ということで、今回の動画はここまでになります。で、これを乗り越えると、あとはもう左右同時に壁に向かって出撃をして、で、最終決戦になります。まあ、おそらく1回の出撃じゃ勝てないんで、何回か出撃することになるんじゃないかなと思うんですが、まあ、最終章にはなるかなと思います。まあ、負ける場合もありますんで、お楽しみに。ということで、ご視聴ありがとうございました。